腹筋できないけどお腹をへこませたいんです。そういった方におすすめなシーソー腹筋を紹介していきます。今回の腹筋は起き上がることが苦手、背中が丸くならない、お腹に効いた感じがしない、そういった方におすすめなやり方になります。たったの3回です。動画を見ながら一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、腹筋が苦手な初級者から中級者におすすめなシーソー腹筋を紹介します。今回の腹筋のいいところは、寝た状態で腰に隙間ができてしまって体が持ち上がらない、そういった方でも簡単に行うことができます。お腹の出る原因として皮下脂肪、内臓脂肪、反り腰、腹横筋、この4つが関係しています。今回は残りの2つ、反り腰と腹横筋、そこをターゲットとして腹筋運動を行っていきます。お腹気になるよ、食後出やすいよ、普通の腹筋辛くてできないよ、そういった方は今回の腹筋がおすすめです。たったの3回なので、今回は初級、中級、上級と3種目紹介していきます。自分のレベルに合ったものをやってください。何度も動画を見ながらやってもいいです。それでは紹介します。腹筋ができない苦手な方の人の多くが、寝た時に腰に隙間ができてしまう。あまり腰に隙間ができてしまうと、お腹を縮める時に瞬発的に力が入らないと体が上がってきません。だんだん力を入れて体を起こすというのは難しいんです。瞬発的にグッと体が上がらないと腹筋運動できないんですが、そういった方は腰をつけた状態から力を入れると力が入りやすいんです。そして体が持ち上がらない人の多くは、背中が硬い、背中が丸くならなければ体がまっすぐのまま上がるっていうのはすごく負荷があるので、初級中級の方はまず体が持ち上がりません。そこで今回は腰をつけた状態で反動を使って腹筋を行います。まず今隙間があると思います。この隙間を片足伸ばして、下についてる足で床をちょっと踏みます。床をちょっと踏むと腰の隙間が埋まると思います。その状態で足を振って体を起こします。起こしたところでキープです。できれば3から5秒息を吐き続けながらキープです。これを左右やります。3回、しっかり床を踏みながら足の反動で体を持ち上げて、できるだけここでキープで、戻ったらまた足を使って起き上がってキープ。あまり起きすぎてしまうとお腹使わなくなるので、斜めです。これぐらいの位置でキープ。3回ずついきましょう。戻ったら息を吸います。しっかり足で床踏んで腰つけてからスタートです。いきます、スタート。3秒ぐらいキープ。1、2、3、1、2、3。はい、 OK です。反対も一緒です。いきます、スタート。1、2、3、1、2、3、1、2、3。はい、 OK です。次の中級編は今の腰をつけた感覚で両足で行います。両足伸ばしたまま足を振り下ろしながらキープ。今度は5秒間キープです。今度は両足一緒なので3回だけです。いきましょう、5秒間キープ。それではいきます、スタート。1、2、3、4、5 1、2、3、4、5。ラスト、OK です。さあラスト、上級編。今度は反動を使わないようにいきます。寝た状態から足を持ち上げて上体を起こしてキープ。今度は10秒目安にキープです。3回なので30秒、頑張りましょう。10秒経ったら降りて吸ったらまた上がります。頑張っていきましょう、ラスト。それではいきます、足を持ち上げて、足は少し開いて、スタート。このままでキープ。息は長く吐いてください。はい、吸って吐く。
腰しっかりつけて、はい、吸って吐く。あと少しです。ダーカー、お疲れ様でした。今の3種目腹筋苦手な方にはおすすめです。で、腹筋っていうのはあんまりできない人がたくさんやろうとしてもお腹の力がどんどん弱ってくるので、そうなると腰が痛くなったり首にグーって力が入ったりしてお腹にもう効かなくなってしまうので、お腹が疲れてくる手前ぐらいがおすすめです。毎日3回とか20秒とか、まあそういった感じで疲れる手前でやめる。そうするとだんだんとお腹を使う意識ができてくるので、そうなってからお腹が割と疲れるまで行う、そういう方がおすすめです。あまり辛いことをやってしまうと継続しなくなるので、辛い手前、気分転換になるぐらいでやめるっていうことがおすすめです。今回3種目、初級1番、中級2番、上級3番、そういった感じで数字だけでもいいです。頑張ってやってみた方、よかったらグッドボタンとコメントでレベルを教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、よかったらフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。